こんばんは、和歌山モン TV の伊藤です。今回のオカルト班は深夜の高野山へ来ております。幽霊の目撃情報のある高野竜神スカイラインを走ってみたいと思います。高野竜神スカイラインの噂としましては、若い女の人が歩いている、道の側道に杖をついたおばあさんが歩いていて、乗せてあげたらいつの間にか消えたとか、あとは夜中にもかかわらず小学生がシャボン玉を吹いてるとかね。もし人を見つけたら話しかけてみたいと思います。それではイリさん、ことみそさんと一緒に検証していきたいと思います。レッツゴー。あんま明るくない。向かってきてたやん、ちょっと、ね、またほら、めちゃくちゃ悪い。これ押すやん、割られるやつやからす。怖い。坂でも危ないよな。危ない。なんか今おったで、下に溝におった。なんか動いてました。なんかおったで、溝に。なんのあれ。え、どこで会議だけします。もし動物に襲われるんじゃん、うん、そこでしますか。いやマジめちゃくちゃ怖い、ここやばい。地下からちょっと離れた方がいいですよね。歩いてるまでちょっと行きましょう。早く止めるやめましょう。もう何回か取れてるから。霧すごすぎて、あそこ椅子あるなと思ったけど、ベタベタになりますね。どうなる？ほら、椅子あるけど。ちょっと住んでるのかな。住んでたら住んでたで、夕方帰ってるじゃん。もう、え、車止まってんだろ？うちさある。ああ、じゃあ一人ちょっと警備に止まってんの。一人で止まんの怖すぎ、こんなとこで。あそこ光ってますよね。自販機。なんかガーって今。
すごい厳しいです。いやー、これはちょっと会議だけ無理なんで、車の中で。怪奇酒とは、この世のものではない異形のものが出没する可能性のある非日常空間で感情を揺さぶられながら飲酒をする行為のことを言う。ちょっと霧も雨も鹿もやばいので、車の中でお酒を飲みたいと思います。飲まな帰れん。怪奇酒始まりまーす。本日も平和酒造さんのキットでお送りしたいと思います。人に言われるスタイル。多分見たところすごい道やったから事故が、ね、事故死者がすごいと思うんですよね。もうね、なんかこの場所で事故2件って表札みたいな立ってたから、あらゆる人が亡くなってそうなんでね、鎮魂の意を込めて、では皆さん生きてることに感謝を。乾杯。乾杯。わあ、美味しい。甘っ。久しぶりにキット飲んだ。今回怖さというより何なんやろ。まあ、運転気をつけようって思った。やっぱり龍神までね、終点まで行って、本当に人、幽霊がいないのかどうかを検証していきたいと思います。30キロ。あと30キロ一人ぐらいはいてそう。一人はな。でも乗せて帰るというあれがあるんで。なんかこっちのね、GoPro で山道ずーっと撮ってたんで、誰か映ってないかなーとか思うんですけど。お、これ何？木、あ、木か。葉っぱだ。なんか人乗ってるかなと思って。遠すぎる。え、全然見えん。やばい。やばくないですか？ずーっと走ってきましたけど、幽霊の正体とは？鹿。してないっすね。動物。霧がそう見えたのかもしれない。霧も人間の形にも見えるかもしれない。そんな感じかな。いや、うん、今日は会えなかっただけかもしれないけど。うん、お休み中。いたかもしれない。というわけで今回は会えなかった動画に何か映ってるかもしれないんですけど。うん、皆さん、ここまでご視聴ありがとうございました。なんか幽霊の目撃情報あったら教えてください。チャンネル登録、高評価の方もしていただけると大変嬉しいです。よろしくお願いします。では皆さん、おやすみなさい。